小池百合子の選挙活動が法を犯していたのか、その真相を知りたくないですか。今回の動画では東京都知事選挙の投票日に放送された TBS の番組アッコにお任せで巻き起こった公職選挙法違反の疑惑について詳しくお届けします。小池百合子が再選を果たした選挙活動の最終日、銀座での街頭演説や無許可で配布されたビラが話題となりました。これにより一部の集団からやめろ嘘つきといった声が上がり、演説が中断される場面もありました。このビラをめぐって逮捕者が出る事態となり、社会的な議論を呼び起こしました。さらに問題の放送内容は公職選挙法第129条に基づき選挙当日の選挙運動を禁じる法律に違反している可能性があります。この法律に違反した場合、罰金や選挙権の停止といった厳しい罰則が科されることもあります。番組内での誤り情報の訂正が遅れたことが SNS 上で大きな波紋を呼び、視聴者からの批判が相次ぎました。この動画ではアッコにお任せの放送内容がどのようにして公職選挙法違反の疑惑を招いたのか、その詳細を解説します。小池百合子の選挙活動や番組が与えた影響についても触れていきます。それでは小池百合子さんの選挙活動についてから始めましょう。東京都知事選挙において現職の小池百合子さんが3期目となる当選を果たしました。この選挙では史上最多の立候補者が出るなど、これまでとは一味違った盛り上がりを見せました。小池さんは選挙活動のラストスパートとして様々な活動を行いましたが、その中でも特に注目を集めたのは無許可で配布されたビラと銀座での街頭演説です。選挙活動の最終日、銀座で行われた街頭演説では路上に謎のビラがばらまかれました。このビラには令和必殺仕事人と書かれており、小池百合子さん、岸田文雄首相、大谷翔平さん、そして元通訳の水原一平さんの似顔絵が描かれていました。具体的な記述はなく、ビラの目的や意味は不明でしたが、このビラが巻かれたことにより一部の集団からやめろ嘘つきといった大合唱が沸き起こりました。これにより小池さんの演説は一時中断される場面もありました。このビラをめぐっては逮捕者も出る事態となりました。東京都足立区の無職の男性が小池さんの選挙スタッフに対してビラを投げつけたとして暴行の疑いで現行犯逮捕されました。男性は精神障害の疑いがあり、責任能力について慎重に調べる必要があるとされています。世間ではこの活動に対して様々な声が上がっており、逆効果ではないか、少なくとも良い印象にはならないといった批判が見られました。小池百合子さんは選挙活動の最中に度々が呉記者証疑惑や公約不履行が話題となりましたが、それにもかかわらず多くの女性支持者を持っています。元参議院議員で大正大学准教授の大沼美穂さんによれば、女性は学歴社会で生きていないため学歴詐称疑惑をあまり問題視していないとのことです。また小池さんが女性に共感できる政策を一定程度実行したことも支持の要因となっています。例えば不妊治療の先進医療や卵子凍結への支援、妊娠出産育児への切れ目のない支援、家事支援サービスやベビーシッターサービスの拡充などが挙げられます。さらに小池百合子さんの公約の中で注目されるのは7つのゼロ化という目標です。この目標のうち達成されているのはペット殺処分の削減だけですが、それでも多くの女性支持者が小池さんを信頼しています。待機児童の減少や満員電車の混雑緩和など女性にとって重要な政策を打ち上げたことが評価されています。特に待機児童は846人から286人へと大幅に減少しており、この成果は大きな評価を受けています。こうした選挙活動の結果、小池百合子さんは多くの支持を集め再選を果たしました。選挙活動中のさまざまな出来事が話題となりましたが、小池さんの支持基盤は揺るがず、3期目の都知事としてのスタートを切ることとなりました。次は TBS アッコにお任せの放送についてです。東京都知事選挙の投票日である7月7日、この番組で取り上げられた内容が大きな話題となりました。
番組内では今回の都知事選について特集が組まれ、全投票が前回よりも上昇していることや有権者の関心が高まっていることが伝えられました。また実際に杉並区の選挙管理委員会から借りてきたとされる投票箱の中を紹介するなど、選挙に関連する雑学や注意点も取り上げられました。しかし問題が生じたのは、番組の進行中にアナウンサーが候補者の名前を間違えると無効票になると発言したことです。これに対してゲストの勝間拓仁和さんがひらがなで書いてもよいのかと質問し、アナウンサーは正しく候補者の名前を漢字で書くように指示しました。この発言が SNS で波紋を呼び、視聴者からはひらがなでも問題ない間違いです、訂正すべきといった指摘が多数寄せられました。その後番組内でアナウンサーは訂正し、東京都選挙管理委員会の見解として、候補者の名前がひらがなで書かれていても特定できれば有効票になると説明しました。この訂正が行われたにもかかわらず、 SNS 上では本日は知事選の日なのにミスリード、番組の責任は重いといった批判が続きました。視聴者の中には、誤った情報を信じて投票し無効票となってしまうのではないかと懸念する声もありました。さらにこの放送内容が公職選挙法に違反しているのではないかという疑惑も浮上しました。選挙公示日以降は候補者の名前を挙げて選挙活動を行うことが禁じられており、選挙当日の放送で候補者名を出して注意を呼びかけたことが問題視されました。公職選挙法第129条では、選挙運動は選挙前日までに限られ、選挙当日の選挙運動は禁じられています。違反した場合、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処され、選挙権及び被選挙権が停止されることが定められています。この疑惑について視聴者や専門家の間で議論が巻き起こり、選挙当日に放送された内容は公職選挙法違反にあたるのではないかとの声が上がりました。映像を見る限り、選挙当日に候補者の顔と名前を出して情報を発信していたため、投票日当日の選挙運動とみなされる可能性があります。この問題が広がりを見せる中、 TBS 側の対応にも注目が集まりました。このようにアッコにお任せでの放送は、誤った情報の訂正や公職選挙法違反の疑惑など多くの議論を巻き起こす結果となりました。視聴者からの反応も含め、この放送が与えた影響は大きく、今後の動向が注目されます。次は小池百合子さんの公約とその達成度についてです。東京都知事として再選を果たした小池百合子さんは、選挙期間中に7つの公約を掲げていました。この7つのゼロとは、待機児童のゼロ、残業ゼロ、満員電車ゼロ、ペット殺処分ゼロ、都道の無電柱化、介護離職ゼロ、玉格差ゼロを指しています。しかしその達成状況は様々です。まず待機児童についてです。小池さんが知事に就任した2016年には待機児童数は846人でしたが、その後286人にまで減少しました。これにより待機児童の数が大幅に減少したことが確認されています。一方残業時間については、13.5 時間から 16.8 時間に増加しており、目標の達成には至っていません。満員電車の混雑度は 164% から 123% に減少しましたが、依然として目標のゼロには達していません。次にペットの殺処分についてです。ペット殺処分は203匹からゼロにまで減少しました。この点において小池さんの公約は達成されていると言えます。都道の無電柱化率は 38% から 46% に増加しましたが、完全な無電柱化には至っていません。また介護離職については、7800人から1万4万1200人に増加しており、こちらも目標のゼロには達していません。最後に玉格差については、具体的なデータが示されていませんが、格差の解消には至っていないと考えられます。これらの公約の達成状況を見ると、小池百合子さんの掲げた7つのゼロのうち、完全に達成されたのはペットの殺処分ゼロだけです。しかし
それでも多くの女性支持者が小池さんを信頼しています。元参議院議員で大正大学准教授の大沼美穂さんは、女性が学歴社会で生きていないため、学歴差生疑惑や公約の未達成をあまり問題視していないと述べています。さらに、小池さんが女性に共感できる政策を一定程度実行したことが支持の要因となっているとのことです。具体的には、不妊治療の先進医療や卵子凍結への支援、妊娠、出産、育児への切れ目のない支援、家事支援サービスやベビーシッターサービスの拡充などが挙げられます。また、月5000円の児童手当などの子育て世帯への経済的支援や、私立高校授業料の実質無料化といった政策も女性に支持されています。これらの政策は、女性が社会で活躍できる環境を整えるためのものです。小池百合子さんは、東京都知事として女性が活躍できる社会が日本をよりよく成長させるという信念を持っており、女性管理職の割合を高めたり、女性議員を増やすための政策にも熱心に取り組んできました。その結果、都知事としての再選を果たすことができました。公約の多くが未達成であるにもかかわらず、女性支持者からの信頼を得ていることが特徴的です。これらの事実から、小池さんの政策や公約に対する評価が分かれています。最後は、公職選挙法違反の疑惑についてです。東京都知事選挙の投票日に放送された TBS の番組アッコにお任せで、問題となった放送内容が公職選挙法違反の疑惑を呼び起こしました。選挙公示日以降、候補者の名前を出して選挙活動を行うことが禁じられている中で、この番組では小池百合子さんと蓮舫議員の名前が出されました。番組内で取り上げられた選挙関連情報の中で、特に注目されたのが、選挙当日に放送された候補者名を挙げた情報です。東京都選挙管理委員会の見解によれば、候補者の名前がひらがなで書かれていても、特定できれば有効票になるという説明がされました。しかし、この発言が訂正される前に SNS 上で広く拡散され、多くの視聴者に誤解を与えました。このような背景から、この放送内容が公職選挙法に違反するのではないかとの疑惑が浮上しました。公職選挙法第129条では、選挙運動は選挙前日までに限られ、選挙当日の選挙運動は禁じられています。違反した場合、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処されることが定められています。また、公職選挙法第239条第1項第1号により、選挙権及び被選挙権が停止されることもあります。これらの法律に基づき、選挙当日に放送された内容が選挙運動とみなされる可能性があるため、番組の責任が問われることになりました。実際に、放送直後から SNS 上では、本日は知事選の日なのに誤った情報を流すのは問題だ、番組の責任は重いといった批判の声が相次ぎました。特に、候補者の名前を挙げての発言が投票行動に影響を与える可能性があるため、公職選挙法違反として問題視されました。この疑惑に対して、専門家や視聴者の間で激しい議論が巻き起こりました。ある専門家は、番組内での発言が選挙運動に該当するかどうかを精査する必要があると述べました。また、別の専門家は、候補者の名前を挙げての発言が選挙活動とみなされる場合、法律違反になる可能性が高いと指摘しました。さらに、番組内での訂正が行われた後も、視聴者からは、番組の影響で無効票が増えたらどうするのか、訂正が遅すぎるといった批判が続きました。このような状況に対して、 TBS 側も対応に追われることになりました。また、この放送内容に対する疑惑は、今後の選挙報道に対する影響を及ぼす可能性があります。公職選挙法に違反する行為が明確になった場合、放送局側はさらに厳しい規制を受けることになるでしょう。これにより、選挙報道の自由度や放送内容に対する責任が一層厳しく問われることになります。このように、アッコにお任せの放送内容が公職選挙法違反の疑惑を引き起こし、多くの視聴者や専門家の間で議論を巻き起こしました。選挙当日の放送内容が投票行動にどのような影響を与えたのか、
そして今後の選挙報道にどのような影響を及ぼすのか、注目が集まります。本日の動画はいかがでしたでしょうか。東京都知事選挙の投票日に放送された TBS の番組アッコにお任せが、公職選挙法違反の疑惑を引き起こしたという内容について詳しくお伝えしました。小池百合子さんの選挙活動、番組内での誤魔情報、そして SNS 上での反響を通じて、様々な視点からこの問題を見ていただけたかと思います。この問題に対して、皆さんはどのような感想を持たれましたか？コメント欄でぜひご意見をお聞かせください。また、この問題について他に気になる点や、追加で知りたい情報があれば、それもぜひ教えてください。あなたの意見や質問が、次の動画のテーマになるかもしれません。さらに、動画が良かったと思われた方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。これからも興味深い内容をお届けしていきますので、お見逃しなく、お友達や家族にもシェアしていただけると嬉しいです。最後に、今回の動画で取り上げた内容について、もっと詳しく知りたい方は関連動画もご覧ください。東京都知事選挙や公職選挙法に関する他の動画もありますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。それでは、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。